愛知県名古屋市で活動しております神楽と申します。今年度のテーマは全ての方々への感謝。こうしてお祭りに見に来てくださるお客様もそうですし、お祭りを開催してくださる運営の方々、そんな全ての方々にですね感謝し、踊りを奉納するという思いを込めて、コンセプトとし岡倉としております。タイトルを神倉としております。尾張藩七代藩主徳川宗春公が築き上げた江戸頃名古屋の文化を礎に、我々神楽が紡ぐ新しい神楽をどうぞお楽しみください。本日最後の鳥として精一杯このステージ盛り上げさせていただきたいと思います。精一杯心を込めて演舞をご披露いたします。ご声援よろしくお願いします。神楽終わりを照らす新しきしるべ、ありがとうございました。